31日甲子園でのジャイアンツ戦でこの時4失点黒星がつきまして、一旦ファームでの調整になりました。そこから1軍に戻って迎える今日のジャイアンツ戦でのマウンドです。ちょっと外野守備が深めなんですよね。はい、セカンドランナー足の速い鈴木、そのバックを考えてみましてもちょっと深いですが、まあ、もう1点は与えられないっていう場面ですからね。はい、いや逆に言えば1点取られたって2点、3点取り返せるっていう考えがあるのかな。まあ、ランナーの鈴木のことを考えてね、はい、あまり前に行くとやはり頭を越せると嫌なもんですけどね。そうですね。ただ小笠原に対してノースリー、まだストライクは来ません。星野さん、今日のウィリアムズは3球ですけれども、どうでしょう。まあ、私はもう一番いい時知ってますからね、はい、そういう意味では今年は悪いですよ、正直言いましてね。そうですか、次にラミレス、4番で控えますジャイアンツの打線、ここは1球見ます。小笠原でもタイガース側からベンチから言えばね、ウィリアムズ何とかしてくれるという、そういうふうな思いで登板させると思いますよ。ツーアウトまでは来ています。ホームラン！通算300号ツーランホームラン、6対3ジャイアンツがリードを広げました。